久保さん。いやー、久保さんがね、あのー、一軒家、住んで、結婚されて、ね、山田くん。もう奇跡ですね。奇跡。<laughs> 奇跡っすねー。ほんとね、まあ僕は久保さんの昔を知ってますからね。人生って何があるかわかんないっすね。ただ一つ言えるのは、久保さんは金を稼いだっていう。もうその一点のみですね。うん。 金がなかったら、多分、山戸くんは生まれてなかったかもしれないです。てか、生まれてないでしょう <laughs> ね、久保さん。どうすかまあ、それは久保さん自身が分かってると思うんで。まあ、多分、金なかったらね、前の生活してたら、まあ、絶対ないと思います。絶対ない。うん、まあ、それは久保さんしか分かんないですけど、多分ない <laughs>。だから、なんだろうな。僕も、まあ、ずっとね、お金に関してのエトセトラを15年やってきた思うことが、やっぱね、 お金大事なんですよ、結論。だからみんななんかね、お金ともやっぱ向き合ってないんじゃないかなと思うんですよね。どうあがいても必要じゃないですか。うん、だからやっぱ僕がありがたかったなと思うのが、やっぱずっとお金に関してこう、あのー、やってきたので、多分相当お金に対してこう見てきた部分があるので、 なんだろうな。一番人生で大事なものってお金だと思うんですよね。まあ、愛っていう人もいるかもしれないですけど、生きていく上では、あお金があ必要なんじゃないかなと僕は、一番ね。生きていく上では。ただ、その、上の次元行くんだったらね。まあ、愛とか、まあそういうのが必要なのかわかんないですけど、まあ、単純に水道代とか家賃とか <laughs>、携帯代とかかかるし、まあ出産費用もタダじゃないじゃないですか。入院したとしても、病気になっても入院費タダじゃないですよね。 手術するにしてもタダじゃないんですよ。だからこの現実に対してどう向き合うかしかないと僕は思うんですよね。だから、なんかやっぱお金の話すると、なんだろうな、あのー、なんか気嫌いする人多いと思うんですけど、まあ気嫌いしてもお金はどっちでもいいんだけど、必あなたの家賃はどうするみたいな。 今月の養育費はどうする大学までどうするっていう <laughs>、その問題は100%出るので、生きてれば。うん、やっぱそこはね、まあ、金稼げって話っすね。うん、まずはまずは本当金稼いでから、なんか愛とか幸せとか語ればいいんじゃないかなと思いますよ。うん、その先ね、その先。うん、だから本当ね、金を稼ぐってことは血なんで。 ヤマト君は、まあ、こういう言い方するとね、ヤマト君に失礼かもしれないですし、まあ、賛否両論あるかもしれないですけど、ヤマト君は金でできたみたいな話ですよ。だからこれをどう捉えるかですけどね。うん。だから僕たちの血も金でできてますからね。食料、自給自足ですか買ってますよね、食料。<laughs> それが血になってるわけじゃないですか <laughs>。なんで、 だから本当にもう、どの側面で見るかで、だけだと思うんですよね。うん。やっぱこの資本主義社会で生きていくんであるならば、まあ、金稼げって話ですね。だからそこから逃げられないし、うん、指さしてる時間があるんだったら金稼げっていうね、嫉妬してる時間があるんだったら金稼げというところしかないかなっていう。うん。だから僕はもう、 金稼ぐっていうのは当たり前のごとく、1円でもいいから稼ぎに行くっていうのはもう当たり前のごとく、だそれがね、習慣化、金稼ぐ習慣にしましょうか。金を稼ぐっていう習慣化されたので、これがありがたいですよね。うん、だからセルフバックも未だにね、案件あれば僕もやりますし、カード案件。で、カードをやる理由は動画の広告単価も高いんで <laughs>、やりますし、 なんだまあちょっとでも、あ、そうそう、最近で言うならば、その、なんだ、PayPay ペペ、あの、なんか、Yahoo ショッピングで買って、今、キャンペーンしてるんですけど、Yahoo ショッピングで買いました。で、レビューすると、応募できるんですよね。で、応募できて、なんかその、くじみたいな、ガラガラ引けるんですけど、もうそういうのもやってますから。で、昨日100円、僕、PayPay ペペで100円稼いだんですよ。 当たりました100円。マックス300円なんですけどその。で、1円とかもらえるんですけど、まあ、1円ももらいに行きますからね、もらえるもんは。<laughs> とか、とにかく、なんかもう,う習慣化ですよね。稼げるものがあったら稼,い稼ぐっていう。うん、やっぱなんでそれがみんな習慣化にならないかっていうと、やっぱり月末に振り込まれるっていう安泰があるからじゃないですかね、本当に。久保さんはやっぱ、ね、あの今はねあの、いろんなとこから、 あの収入は入ってると思いますけどまあね稼がないと <laughs> 給料入ってこないのでうんだからまあよかったなと思いますね給料をもらうという立ち位置だとやっぱ今日金稼ぐっていう習慣は多分生まれなかっただろうし今日いくら稼げたかなとかなんかもう常にその意識する今月売り上げどうするのかなとか なんかまあ常に意識する。というかそれを考えない日がないですよね。だから売り上げのことを考え、まあこれもう経営者って経営者なんか売り上げのことを考えない経営者なんています <laughs> 売り上げの会社経営において売り上げを考えない会社ってあるのかなみたいな <laughs>。絶対なくないですかじゃあもうそれ会社じゃなくてボランティアやればいいじゃないかって話で <laughs>。だからまあ自分を経営してるようなもんなんで、一人で稼いで一人で飯食ってくってなった場合。 365日24時間どう売り上げ作るかお金稼いでいくかっていうのはマストで考えないといけない。ただサラリーマンの人は別に考えなくてもお金に対して何も考えなくても給料入ってくるんでやっぱここの差かなと思いますね本当に。うん。だから良かったですね。うん。そう。まあそんな感じですね。だから金、金稼げていいですか言ってらっしゃい。